おやマスター、朝から管制室とは精が出る。戦闘訓練か、はたまた微小特異点が現れていないかの観測か。地道な努力は人前には出さぬものといったところですかな。私も同意見でございます。真の実力は比してこそ使い時がある。かくいう私も昨夜からシミュレート三昧でして、一度大軍をもって正面から完膚なきまで諸葛孔明の采配をずったんぼろんに。失礼、バレンタインでしたね。ええ、存じていますとも。こう見えて甘いものは大好物です。頭の回転が保てますからね。ではありがたくここで頂戴しても。おお、これは私好みの甘さですな。深みがあり苦みがあり、何より食べやすい。しかもマスターの手作りでしたか。魔術師としての技量だけでなく調理の技量もおありとは感服のほかありませんな。十分に堪能させていただきました。要件は以上ですかな。では私はシミュレートに戻りますので、これで今の勝利結果を見分しなくてはなりませんので。ああ、もしもし、お待ちを、マスター殿。思いのほか見分が早く終わったので私も自室に引き上げることにしたのですが、そういえばいつかお渡ししようと考え懐に忍ばせたままのものを思い出しまして、サーヴァントはマスターあってのもの、そしてあなたは私のマスターでありますから、その身の安全と将来の無事を祈ってこちらなどいかがでしょう。ええ、あなたの国では成人の祝いに万年筆を贈る習慣があると聞き及びまして。万年筆がどうしてと不思議に思ったゆえ、私なりの護身用具として改造したものです。このペン先は極細ながら超出力のペンライトになっており、相手に向ければその目を潰し視覚による急の襲撃にも対応できます。まずは目を潰すというやつですな。そしてこちら、尾栓には周囲にある機械の回路を暴走させる秘密装置。自回自在自爆ボタンを備えております。これを押せばもう周りがドッカンドッカン。視覚も慌てて暗殺どころではありますまい。ちなみに特許出願中です。
まあ単純な機械にしか通じませんが、そこはご容赦を。今後改良いたしますので。私メカニックではないのですが、久しぶりに封印した花王蝶の血が騒ぎました。いかがです、この素晴らしい贈り物は。まさに必勝の万年筆と言えましょう。なんと万年筆はいまいちでしたか。そちらの木簡は余り物、まさにチョコのおまけと申しましょうか。戦場にあっても人として生きる道、怨嗟の渦においてもうつむかずにいる教え、どのような逆境に陥っても自らを卑下せず礼節を失わない志、そういった普段私がやらぬ策ばかりしたためたものですよ。何、私には不要なものなので、こうして処分できて私も助かります。適材適所とはよく言ったもの。本の虫となって学を得ながら、生来の冷血さから私には実践できなかったものですが、それがあなたの役に立つのなら、私たちの戦にも意味があったのでしょう。いただいたチョコのお返しにはいささか釣り合わないものですがね。Thank you.